麺の種類は幅広のものでいいですか？幅広、大丈夫。いいですか？はい。これが一番基本ですかね。私も看板メニューはこの鬼釜です。あ、そうですか。はい。これではお願いします。鬼御膳の丼ぶりはこちら3種類から選べますか？これは何ですか？天丼です。これは野菜ですか？そうですね。天丼で。はい。麺の大盛り無料でできますが、鬼御膳だけなんですね。お好みの量をかけて混ぜてから。
フランスパンをちょっと柔らかくしてソフトフランス、はい、この形なんですよ。あ、ですけどここからホイップバターを注入してます、ホイップバターバターホイップバター、ここからツーワン、ツーワン、ツーワン、オーケーあ、あんこですよね、あんこ、あんこ、うん、レッドビーンズって どっちにいいのかなと思って日本語で大丈夫です、いや、ね、と平気だったからねどうしたらいいの。で、粒あんとホイップバターっていうのはすごく相性がいいって言われてるんですよ、それで、ここからホイップバターを注入するんだけど焼く前に注入しちゃうと溶けちゃうので。そうですね、焼き終わって冷めてから一個一個全部手絞る。すごい。でこれは他のパン屋さんは真似できないんですよ。え、そうですか。うん、うちはね、日本で一番最初にあんパン作ったらパン屋さんなんですよ。で、あれはね、他のパン屋さんを真似してない。特許取らないから、どうぞどうぞ、皆さんいろいろいいですよって言われて、うちはもう昔からそうやってるんです。すごい、うん。これいつ食べてみようかな。でも、どうぞって言っても、これは真似できないんです。で、これはね、コーヒーアンバターって2ヶ月、1月、2月がイチゴの季節なんで、イチゴのアンバターなんです。3月、4月が桜の季節なんで、桜のアンバター。5月、6月はお茶の季節なんで、抹茶のアンバター。7月、8月はコーヒー期間限定です。結構美味しかった。私はね、私はよ、抹茶よりもコーヒーの方が美味しかった。私コーヒーあんまり好きじゃないんですよ。コーヒー飲むのに砂糖3本え、すごい。ミルク2本。これはでも美味しかったね。甘さの後にコーヒーの苦味が食べてみようかな。これ美味しかった。ありがとうございます、おかげで。はい、これちょっと試食で1個飲むのかな。あ、1個。これは菓子パンなんだけど、これはフランスパンでしょ。これは菓子パンなんだけど、ちょっと今試食。そうですか嬉しいすいません、お願いします。この人偉い人なんで。あ、そうですか、偉い方ですか。すごい。はい、はい、
コーヒーあんバター、これは菓子パンなんですよ、これはフランスパン。温かいですね。うん、まだ出来たて。この上で全部作ってますので、おいしい、美味しいでしょ。まあ、もちろん余って美味しい。美味しい。ほら、もう送って。はい、これと、これ注文ですかね。はい。これも一つください。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。これ、クリップコイントサイズ1つで、はい、ありがとうございます。ホットとアイス、どちらアイスで、アイスで買ったんですけど、で340円です。フルサイズでは間違いないんですけど、そしてクリップをおひやつとご来ですよ。はい、出してまりました。350円からポリミントをお願いします。ポリミント、はい、先にご縁のお返しです。はい、お願いします。はい、あら、これ一時期短いから、ね、そうなんだよ、朝会見だよ。そうなんだよ、桜の方があっという間に終わってしまう。本当に2週間とかだから、その中、その間ってもう